トビーは路面機関車だ。他の機関車とは見た目がまるで違う。四角いボディは木でできている。彼は他の機関車みたいに強くはないが、いつもベストを尽くして頑張っている。ある朝、トビーはミルクを乗せた貨車を運んでいた。島を横切り、ゴードンの丘を登っていく。ゴードンの丘は急な坂道になっている。トビーは懸命に煙を吐いた。長い長い上り坂だ。ちょうどその時、ゴードンが丘の麓まで到着した。今日の急行はとても重たい。ゴードンはエドワードの助けを待たなければならなかった。まったく、なんてこった。すぐにエドワードが助けにやってきた。エドワードはゴードンの後ろについた。エドワードが押して、ゴードンが引っ張る。港で働くことになった。これからお前がウィルズワース捜査場でエドワードの代わりをやってくれ。でも僕はエドワードの仕事はできません。だってちゃんとした蒸気機関車ではないんだもの。バカバカしい。お前はわしの機関車だぞ。役に立つに決まっとん。トビーはとても心配だった。役に立たなかったらどうしよう。翌朝、トビーは緊張しながら機関庫を出発した。誰かを押してゴードンの丘を登るなんてことになりませんように。トビーはちゃんとした蒸気機関車になりたかった。ようやくウィルズワース操車場に到着した。貨車がたくさん並んでいる。どれもみんな重そうだ。これを全部入れ替えるなんて無理だよ。トビー、大丈夫。君ならできるよ。その言葉でトビーの気持ちは楽になった。それからトビーは貨車の入れ替えを始めた。まず石炭の貨車をヘンリーにつなぐ。ドナルドにはスレートの貨車だ。ダグラスにはフルーツと野菜を積んだ貨車をつないだ。大丈夫、僕にもできそうだ。そこへゴードンが通りかかった。たくさんの客車が連なる急行列車を引っ張っている。トビーはゴードンが丘に向かって走っていくのを見送った。ゴードンは全力で登り始めた。しかし今回の急行は重すぎる。ゴードンは立ち往生してしまった。またかよ、なんてこった。ゴードンの機関士が操車場長に電話した。操車場長がトビーのところにやってきた。丘の頂上までゴードンを押してやってくれ。はい、わかりました。でもゴードンは重すぎるよ。僕なんかじゃとても押せない。トビーは不安でしょうがない。大丈夫、心配するなって。トビー、君ならできるよ。ベストを尽くすよ。そう言うとトビーはゴードンの丘に向けて出発した。ゴードンはトビーがやってくるのが分かるとカンカンに怒り出した。トビーはただの路面機関車じゃないか。あいつなんかに俺を押して丘を登ることなんかできんもんか。
後ろについた。そして力いっぱいゴードンを押した。しかしゴードンはびくともしない。お前の力ってたったそれっぽっちかよ。ちゃんとした機関車をよこしてくれればいいのに。トビはもう少しで諦めるところだった。でもトーマスの言葉がよみがえった。僕にもできる、僕にもできる。トビは力の限りグイグイと押した。とその時ゴードンの車輪が動き出したではないか。トビは必死で押し続けた。エンジンは悲鳴を上げ、アクセルはギシギシ鳴いた。ゴードンがゆっくりと丘を登っていく。バーシーはトビの押している姿を見て興奮しながら汽笛を鳴らした。トビー、君ならできるよ、頑張れ。トビーがハーハーあえる。ポッポッと煙を吐き、シュッシュッと音を立て、ついにゴードンを丘の頂上まで押し上げた。ゴードンは感動した。これで急行を時間通りに走れる。もうトビーはヘトヘトだった。でも鼻が高かった。とうとうやったぞ。トビーは大はしゃぎで煙を吐いた。その夜、トップハムハット卿がトビーに会いにやってきた。今日のお前はとても役に立つ機関車だったな。ありがとうございます、トップハムハット卿。トビーは路面機関車だが、ちゃんとした機関車になった気分だった。トビー、君ならできるよ、という